フィギュアスケート男子で2014年措置、18年ピョンチャン五輪を連覇したプロスケーター、ハニューユズルさんの単独ツアー、ユズるハニューアイスストーリーセカンド、RE アンダーバープレイ、ツアー、飲み屋に公園が7日、積水ハイムスーパーアリーナで開幕。地元で初開催となった、いつか終わる夢、から始まり、観客を世界観へと引き込んでいくと、続けて、鳥と蛇と豚、 ホープレガシー、メガロバニア、オマッタ。破滅への死者は、試合さながらの緊迫感の中、6分間練習から入り、ジャンプなどを確認。何度も小さく頷く姿もあった。曲が始まると、サルコートトーループの4回転に死刑3本を成功。美しいトリプルアクセル、3回転半、もう2本決め、圧巻のノーミス。 観客のスタンディングオベーションが鳴りやまなかった。後半も、いつか終わる夢、からスタート、天と地のレクイエム、あの夏へ、から、最後に、春よ、来い、おかれいに演じた。羽生さんは、本当に皆さんに、喜んでもらえたらいいな、って、良い演技を見せれたらいいな、って思いながら、また一生懸命頑張ってきました。僕にとっては一日目でもう一日あるんですけど、 でも、この会場に来てくださっている方、そして実際にこうやって見てくださっている方にとっては、今日しかないっていう方もいらっしゃるかと思います。そういう方々にとっても、ここのこのリプレイの精一杯の姿を、全身全霊の姿をお見せしたいなと思って今日本当に全部出し切っちゃいました。皆さんから温かい声援や、期待や、いろんなことを受け取っていられるからこそ、 こうやって良い演技ができたのかなって思っています。本当にありがとうございます。などと挨拶した。アンコールでは、生命、など、過去のプログラム計算曲を演じて、締めくくった。約2時間30分を超えて、計12曲を熱演し、満員5800人を魅了した。昨年11月の埼玉から幕を開け、佐賀、横浜にて行われてきた単独ツアーは、 次の9日開催が最終日となる。